ストーンウォール・ジャクソン将軍バレー方面作戦は南北戦争の初期1862年春に南軍のストーンウォール・ジャクソン将軍がバージニア州シェナンドバレーで輝かしい戦果を上げた作戦である。ジャクソンの1万7000名の部隊は大胆で電撃的な動きを行っていくつかの小さな戦いに勝利し3個。 軍6万名以上の北軍兵力がリッチモンド攻撃に参加することを阻止した。1862年春はアメリカ連合国の士気は最低に落ちており連合が存続できるかどうかの見通しは暗かった。1861年の夏は有利に運んでいたがそれも急速に尻すぼみとなっていた。西部戦線では ユリシーズ・グラント将軍他が指揮する北軍が南部の領域に侵入しドネルソン取の戦いやシャイローの戦いで重要な勝利を収めていた東部戦線ではジョージ・マクレラン少将が非常に強力なポトマック軍主力を率いて南東からリッチモンドに迫っておりアービン・マクドウェル少将の大型の軍団も北からリッチモンドを伺いナサニエル・バンクス少将の軍団は シェナンドをバレーを脅かしていた。しかし、ジャクソン霊下の南軍部隊の戦意は旺盛であり、この春のバレーにおける、ジャクソンの活躍は、北軍の作戦を頓挫させ、南軍の士気を高める一助となった。1861年11月4日、ジャクソンは、バレー方面の士気につき、ウィンチェスターに司令部を置いた。ジャクソンは最近まで、 バージニア州立軍学校の教授をしており、第一次ブルランの戦いでにわかに英雄になったが、人生のほとんどの機関バレーに住んでいたため、その地形にも詳しかった。ジャクソンの配下部隊には、ストーンウォール旅団と様々な民兵隊があった。12月、ウィリアム・ローリング准将と、その6000名の増援を受けたが、それでも、攻撃的な作戦を取るには、不足していた。 北軍のバンクスの部隊がポトマック川の北に止まっている間にジャクソンの部下であるターナー・アシュビー大佐の騎兵隊がチェサピーク、オハイウンガやボルチモア・オハイオ鉄道を襲撃した。ジャクソンの部隊は北軍のロムニーとバスの2つの小さな前哨基地を攻めてみたが決着はつかなかった。バンクス軍は2月後半になってポトマック川を渡り、 運河や鉄道をアシュビーから守るために南に移動した。ジャクソンの部隊はマナサスにあったジョセフ・ジョンストンの軍の左翼という位置づけで動いてたが、ジョンストン軍が3月にカルペッパーに移動すると、ウィンチェスターにいた。ジャクソンの部隊は孤立した。1862年3月12日、バンクスは南西への進撃を続け、ウィンチェスターを占領した。ジャクソンはすでに、 バレエパイクを通って、ストラスバーグまで撤退していた。バンクスの受けていた命令は、マクレランの半島方面作戦全体の戦略の一環として、さらに南へ進撃し、ジャクソンをバレエから追い出すことであった。これに成功した後は、撤退して、ワシントン DC に近い陣地に戻り、守備に着くことになっていた。3月17日に、ウィンチェスターから、 バンクス配下のジェームズ・シールズ巡将を指揮する強力な前衛部隊が南下を始め、ほぼ同じ時期に、マクレラン軍は水陸両用部隊でバージニア半島への進攻を始めた。ジョンストンがジャクソンに与えた命令は、兵力がかなり劣勢なので決戦を避けること、ただし同時に、バンクスの部隊を牽制して、半島を進むマクレラン軍に兵を増援させないように、することであった。 シールズがストラスバーグに向けて前進すると、ジャクソンは、騎兵の偵察隊を残して、マウントジャクソンまで退いた。すると、北軍の騎兵隊はシールズに、ジャクソンはバレエから逃げ出したという、誤った報告をした。バンクスは、任務の第一段階、すなわち、ジャクソン軍を、バレエから追い出すことは完了したと判断し、 自軍の二子団をワシントン近郊に戻した。バンクス自身も3月23日にはワシントンに戻るべく準備を行った。ジャクソンは妨害せよと命令されていた行動をまさにバンクスが取ったことに動揺した。カーンズタウンからマクドウェルまで第一次カーンズタウンの戦い、3月23日の午前11時から午後4時45分までの動き3月21日。 ジャクソンはバンクスがニコシダンをワシントン近郊に戻したとの知らせを受け、またシールズはストラスバーグからウィンチェスターに向けて撤退中との情報もあった。ジャクソンがジョンストンから受けていた命令はバンクスの部隊をバレーに引きつけておくことであり、それはまさに今実行すべき時であった。3月22日、ジャクソンはその部隊を マウントジャクソンからウィンチェスターに向けてに25マイル、攻軍させた。同日、先行するアシュビーの騎兵隊は、ウィンチェスターのすぐ南、カーンズタウンに、シールズが残していった全勝に攻撃を仕掛けた。この小競り合いの際にシールズは、砲弾の破片で腕を負傷していた。負傷にもかかわらず、シールズは、彼の手段の一部をウィンチェスターから南方に動かし、 他方一個旅団を北上させた。これにより、ウィンチェスターを放棄したように見せかけたが、実際には予備として近くに止めていた。その後、戦術指揮権を第一旅団長であった、ネイサン・キンボール大佐に委ねたが、戦闘中多くの伝達や命令をキンボールに送っている。ウィンチェスターの南軍支援者は、シールズが四個連隊と、数門の方だけを残して、 残りの部隊には、ハーパーズフェリーに向かうよう命令したとの誤った、情報をアシュビーに与えてしまった。実際には、シールズの部隊は、約9000名の兵力を持つ一個不評師団であり、ジャクソン軍の3400名より、はるかに多かった。この誤った報告を受けたジャクソンは、早退する北軍が9000名とは知らず、行軍中の脱落者により3000名に減った部隊に、 北上するよう命令を出した。3月23日、ジャクソンはウッドストックを出発し、15マイルの行軍の後、午前11時頃には、カーンズタウンの北軍守備位置の前方に到着した。ジャクソンはアシュビーにバレーターンパイク上の金ボールの守備位置に対して、陽動攻撃を行わせ、主力部隊には、プリチャードヒルの北軍砲兵部隊を攻撃させた。 ファルカーソンの攻撃は撃退されたため、ジャクソンは2マイル西の占拠されていないと思われるサンディリッジから北軍右翼に回り込むこととした。キンボールはこの動きに対応し、後方にあったエラスタス・タイラー大佐の旅団を西に移動させたが、ファルカーソンの兵士が北軍が移動する前にサンディリッジを占拠していた。午後4時頃、タイラーは、 ファルカーソンとガーネットの狭い前線を攻撃した。数に劣る南軍は防衛線から凄まじい一斉射撃を行い、一時的にはこの攻撃を持ちこたえたが、ジャクソンは敵が兵力において優越していることを認識し、南軍左翼を補強しようとした。しかしジャクソンが到着した6時頃には、ガーネットのストーンウォール旅団は銃弾を撃ち尽くしていた。 ため、これを撤退させた。最左翼に一致していたファルカーソンの右側面は、無防備となった。ジャクソンは部隊を再集結させようと試みたが、失敗し、南軍は、全面的な撤退をせざるを得なくなった。キンボールは、効果的な追撃を実施することはできなかった。北軍の損害は590人であり、南軍の損害は718人。 北軍の勝利にもかかわらず、エイブラハム・リンカーン大統領は、ジャクソンの大胆さとワシントンに対する、潜在的な脅威に動揺した。リンカーンはバンクスを、アルフェウス・ウィリアムズの手段を追加して、バレーに戻した。またジャクソンが、西バージニアに移動して、ジョン・シー・フリーモント少将の部隊を攻撃することを、恐れ、ポトマック軍から、ルイス・ブレンカー殉将の手段を引き抜いて、 フリーモントの部隊を強化した。また、マクレランの半島方面作戦実施に際するワシントン防衛計画を見直し、守備兵力が不十分であると判断した。そこで、マクレランの支援のためリッチモンドに向かって南下することとなっていたアービン・マクドウェルの軍団を首都近郊に残すように命じた。マクレランは、 これらの兵力抽出により、リッチモンド攻略は不可能になると反論した。ジャクソンのカーンズタウンに対する攻撃から彼の軍歴における唯一の敗北マイナスは、南軍の戦術的敗北だったが、南軍全体にとっては戦略的な勝利であった。なぜなら、リンカーン大統領がバンクスの部隊をバレエに、マクドウェルの3万名の軍団を、 フレデリックスバーグにとどまらせた結果、半島を侵攻するマクレランの兵力が5万名、少なくなったからである。また北軍は3つの部隊を作った。1つはマクドウェル、1つはバンクス、もう1つは新しく到着したばかりのフリーモント少将の部隊である。そのため全体の戦略的行動を統括する指揮官が1人もいない状態に陥った。 これは後に北軍の命取りになった。戦闘後、ジャクソンは命令前に戦線を離脱したとしてガーネットを逮捕した。ストーンウォール旅団の旅団長にはチャールズ・ワインダーが任じられた。ガーネットはこの屈辱に対して一年間軍法会議で争い、ゲティスバーグの戦いにおけるピケットの突撃で戦死した。ジャクソン軍には リチャード・イーウェルの大型の師団とエドワード・ジョンソン、少々の小型の師団が到着し、総勢は1万7千名になった。ジャクソン軍は敵に、その意図を悟られないよう、ウエストビューに向かう感動を伝って進んだ。一方、フリーモントは、バージニア州スタントンに前進することを決め、ロバート・ミルロイ順将の旅団には、マクドウェルにおいてこの作戦の準備を行うよう、命令した。 もし、フリーモントとバンクスの軍が合流すれば、ジャクソンの部隊は圧倒されたであろう。そこでジャクソンは北軍を個別撃破することに決め、まず、ミルロイとロバート・シェンクの旅団が守るマクドウェルを攻撃することにした。5月8日、ジャクソン軍が川を渡って、北軍の側面を迂回する機会を伺っている間に、ミルロイは先手を取り、 シトリングトンズヒルに陣ぼった南軍を攻撃した。4時間に及ぶ激しい戦闘の後、北軍は撃退された。その後、ミルロイとシェンクはフランクリンまで退き、そのまま南軍の追撃を遅らせるために森に火をつけた。マクドウェルでの南軍の勝利の後、2週間の静かな期間があり、この間に両軍は部隊を再配置した。ジャクソンは、 バンクスの部隊がバレエを出て、マクドウェルやマクレランの部隊を増援しないよう阻止する最善の方法を探った。この時、ジェファーソン・デイビスの軍事顧問であるロバート・イーリーは、ジャクソンやこの方面での全軍指揮官であるジョンストンを飛ばして、直接イーウェルに連絡を取り、指揮系統に多少の混乱を招いた。その指示は、バンクスの連絡船を攻撃させることだった。 しかし、イーウェルがジャクソンから受けていた命令は、スイフトランギャップに陣を敷きバンクスの前進を抑えることだった。この矛盾した命令による混乱が続いている間に、バンクスは、シールズのシ団をフレデリックスバーグにいるマクドウェルの部隊に増援として送ったので、残った勢力は8000名に過ぎなかった。バンクスの部隊は、ストラスバーグに強固な陣地を構えた。 バンクスは、ジョン・ケンリー大佐に1000名の部隊を与えて、フロントロイヤルに派遣し、南軍がルレーバレーを襲う可能性に備えさせた。ジョンストンは、イーウェルに、シールズの動きに対応するためバレーから出るよう、命令したが、イーウェルは、ジャクソンとリー両人の説得によって、シールズに対応するよりもバレーでの勝利の可能性の方が、当面重要だと特信するに至った。 フロントロイヤルから、ポートレパブリックまで5月21日、ジャクソンは、自部隊を、ニューマーケットから東に進め、イーウェルと合流し、ルレイバレエを北に進んだ。その強行軍の速さは、バレエ方面作戦全体に見られたもので、南軍の不評は、ジャクソンの歩く騎兵というあだなされたほどである。ジャクソンは、アシュビーの騎兵隊をまっすぐ北に向かわせ、 ストラスバーグの攻撃に向かっているとバンクスに思わせようとしたが実際の狙いはフロントロイヤルの小さな北軍全に地点を叩きハーパーズフェリーでバンクスの連絡線を吸収することだった南軍はルイジアナタイガース旅団と第一メリーランド風評旅団が先鋒となって北軍のフロントロイヤル守備隊船名の将兵を吸収し圧倒した北軍は 街の中を退却し、キャンプヒルで一度抵抗し、川に架かる橋を焼こうとした後、再度ガードヒルで抵抗した。数に劣り、側面も迂回されたケンリーの部隊はさらに、シーダービルまで退いたが、そこで、南軍のトマスフラーの痛い差の騎兵隊が二度の突撃によって、道路上の防災を崩し、北軍を改装させた。 900名近い北軍兵士が降伏した。このフロントロイヤルでのジャクソンの勝利で、ストラスバーグのバンクス隊は、急遽5月24日早朝にウィンチェスターまでの撤退を余儀なくされた。ジャクソンは追撃を試みたが、兵士たちが疲れており、しかも北軍の補給隊に対して略奪にかかったため、追撃は大きく遅れた。一隊が予定から遅れて、 ようやくミドルタウンに着いたのは弱体なバンクスの部隊が通り過ぎた直後だった。ジャクソンの師団は5月24日にミドルタウンとニュータウンで撤退するバンクス軍と小競り合いを演じた後バレーパイクを鍛えウィンチェスターに向けて進軍を続けた。ウィンチェスターではバンクスが軍の体制を立て直して街を守ろうとしていた。この時南国ウェルの師団も フロントロイヤルバイクを使って南東からウィンチェスターに迫っていた。5月25日、イーウェルの部隊がキャンプヒルを攻撃し、同時にジャクソン師団のルイジアナ旅団がボーアーズヒルの北軍の側面をついて回想させた。北軍の将兵にパニックが広がり、多くの者がウィンチェスターの街を抜けて逃亡した。バンクスの軍は徹底的に打ち破られ、 ポトマック川を越えて撤退した。ジャクソン軍は追撃を試みたが不成功であった。バンクス軍がバレーから叩き出されたことに対してワシントンの政治家たちは致命的な判断ミスを犯した。リンカーン大統領と陸軍長官のエドウィンスタントンがジャクソン軍を叩くのが最優先だと判断を下したのである。リンカーンたちは マクドウェルに2万名の部隊をフロントロイヤルに送るよう、またフリーモントにはハリソンバーグに移動するよう命令した。両部隊がストラスバーグで落ち合えば、ジャクソン軍の唯一の撤退路が塞がれることになる予定だった。しかしこの行動の直接の影響として、マクレランと連携して、マクドウェルがリッチモンドを攻撃する計画は放棄することになった。5月30日、 ジャクソンは、ポトマック川の北にいる、バンクス軍の警戒にストーンウォール旅団を残し、自分は、ハーパーズフェリーから退いた。シールズとフリーモントの部隊はいずれも、ジャクソンよりストラスバーグに接近していたが、その動きは鈍かった。シールズは、フロントロイヤルに残っていた南軍の小部隊から、町を奪い返したが、明確な命令もなかったのでその後を無駄に過ごした。 フレモントはアシュビーの騎兵隊によって遅らせられた上、活発に前進しようともしなかった。さらに、両部隊とも悪路のために、歩みが鈍かった一方、ジャクソンの部隊は、バレーパイクを使って前進できた。ジャクソンの部隊は、北軍の罠にかかる前に、6月1日、ストラスバーグを通過できた。6月2日、北軍の2体がジャクソンを追撃した。 マクドウェルはル、レーバレーを遡り、フリーモントは、バレーパイクを進んだ。バンクスも、ポトマック川を渡って続いた。次の5日間、ターナー・アシュビーの騎兵隊と北軍を先導する騎兵隊とが何度も衝突した。北軍の騎兵1個旅団が、ジャクソンの渋滞の後衛を、一旦は、改装させたが、アシュビーが、生存者をかき集めて、後衛を守り抜いた。アシュビーは、 シェナンドー側の南支流に架かる橋をいくつか焼いて、北軍の追撃を遅らせるとともに、シールズとフリーモントの部隊が合流できないようにしていた。6月6日にまた接触が起こり、フリーモント軍との小競り合いの中で、ハリスバーグに近いチェスナットリージで、アシュビーが戦死した。アシュビーは最も期待される、騎兵将官の一人だったので、南軍にとって、 重大な損失だった。ジャクソンの部隊は、クロスキーズとポートレパブリックに、防御陣地を築き、ここで下記に述べる最後の戦いが2日間行われた。また6月8日には、シールズの騎兵隊がポートレパブリックを襲い、南軍の補給隊とジャクソンその人を住んでのところで、取り逃がした。フリーモントの部隊は6月8日に、 クロスキーズでイーウェルの師団と遭遇した。北軍の左翼で攻撃に当たっていたジュリアス・スターヘル巡将の旅団は南軍アイザック・トリンブル巡将の部隊から突然の一斉射撃を受け混乱して退却させられた。フリーモントは南軍の戦線にあちこち探りを入れた後、砲兵の援護下に退却した。ジャクソンはフリーモントへの総攻撃をためらった。 6月8日に危機一発のところで北軍機兵隊の手から逃れたジャクソンはシールズの部隊の方が大きな脅威であると感じていた。次の日、トリンブル、ジョン・パットンの両旅団がフリーモントの部隊を抑える一方で EWEL の部隊の残りは仮設の橋を使って川を渡りポートレパブリックでエラスタスタイラー准将の部隊を打ち破る戦闘に参加した。 ジャクソンは、シェナンドを川南支流の東に全軍を集合させ、シールズの師団の中で孤立していたタイラーとサミュエル・キャロルの両旅団に対した。定地を横切る南軍の攻撃は大きな損失を出して撃退されたが、側面に回った部隊がうまく北軍の左翼を攻撃した。北軍の反撃も戦線を立て直すことはできず、タイラーは撤退を強いられた。 クロスキーズの南軍は、ポートレパブリックのジャクソン軍に合流し、その後渡たったばかりのノースリバー橋を焼いた。ようやく到着した、フリーモントの部隊も、タイラーとキャロルの部隊を助けるには間に合わず、雨で膨れ上がった川の向こうから力なく眺める、だけだった。ジャクソンが、クロスキーズとポートレパブリックで勝利した後、北軍は撤退した。ジャクソンは、 バージニア半島のリー将軍の部隊に加わり、7日間の戦いを戦った。ジャクソンは任務を全うし、マクレランが必要としている5万名以上の兵力をバレー内に拘束した。マクレランは南軍の方が兵力が多いと感じていたが、南軍の北バージニア軍は、ジャクソンの部隊を含めても約6万名に過ぎなかった。 バレー方面作戦の成功で、ストーンウォール・ジャクソンは南軍でも最も世に知られた軍人になり、彼の勝利は南部大衆の指揮を上げた。奇襲と機動性を存分に生かした模範的な傭兵で、48日間に646マイルを行軍し、約1万7000名の部隊で、総計6万名の敵を向こうに回し、5度の意義ある勝利を上げた。 北軍では、兵力の劣る敵に敗北したことで、指揮系統の刷新が行われた。マクドウェルの軍団はずっとバレーに拘束され、半島のマクレラン軍に加わることができたのは、ジョージ・マッコールの一個手段のみだった。リンカーンはこの戦役で、多数の部隊を統率する難しさを痛感し、ジョン・ポープ少将のもとに統一的な一個の軍、バージニア軍を創設し、バンクス。 フリーモント、マクドウェルの各部隊とワシントン周辺やバージニア西部にあった小部隊をすべてその指揮下に入れた。この軍は後に北バージニア方面作戦、第二次ブルランの戦いにおいてリーとジャクソンのコンビに決定的な敗北を喫することになる。ありがとうございます。